ロンちゃん、応援して。コンちゃん、春です。春さんの上に乗ってますか。え？春の首根っこ噛んでました。え？すごく、なんか喧嘩してるなって見に積もったら春の上に乗ってるもん。この子が噛んでるの。そう、この子が上に乗って噛んでるの。そう、すごいね、そんなことするの。あの、こうして、ふっと見て喧嘩して、春もきついもんだからさ、バタバタやっとってた。首根っこ加えてるもん。この子が首根っこ加えてるの。そうそう。え、そ、はるちゃんって何歳ぐらいの子？あの、4つなの、あの、夏と一緒ぐらいの子で、あ、これに連れてきたことあるから、ちゃんと襲っとった、襲っとった、怒っとったもはるが。めっちゃ若いねーって。で、先月はさ、3月は4000だったんですよ、ずっと4回とも。そう。4月に入ったらなんて、宇宙増えてるって素晴らしいですよね、やっぱり。普通こんな風にいかないですよ、慢性腎臓病のステージ3の方は。そうですね。いくらケアでしてもだん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 体重が減っていく子が多いんですよ。いや、連れていきますよね、見てて。うん。血が良くなってってるから、すごいよね。腰だからね。あ、関係ないって言ってましたね、悪くなっちゃったらね。でもね、あの、年の子の方が遅いんですよ、悪くなるって。若くてさ、出ちゃう子は早い。まあ、ガンでもそうなんですけどね。はい、ちょっとお腹触らせてもらいます。1,2,3,4 と、はい、じゃあ点滴しますね。はい、点滴が効いてるんですよね。ね、効いてますね、この時も、ね、まあでも結構食べてるんですね、この子。そうですね。ね、ぼちぼち。お水もよく飲んでる感じします？そうで、あ、そう、お風呂の水を飲んでますよね。そうですね。いや、なんか。一回湧いた後に水飲んで。そう、湧いて、洗面器にちょっと皆さんが飲んでます。いや、新しい水も、うん、飲んでますけどね。確かに、あの、一回湧いてカルキが飛んだやつのが飲みやすい子は、ね、そっちの方がいいっていう子はそっちの方がさ、ね、うん、いや、怒ってるんだよね。我慢してしょうがないなと思って。天気予報の関係で。え？天気予報の。あ、天気がずっと雨だったですもんね、この間ね。水曜日だけ
が違うと忘れんようにしなきゃいけない。どっちかと、まあ、1週間では爪はほとんど見てないですね。だから引っかかってない、前みたいに引っかかることがないからいいですよね。ただ毛は伸びますね、1週間でも。ってことは調子がいい証拠だよね。血の巡りが良くなってんだよね。血の巡りが良くないと毛も伸びたくんくなりますもんね。で、毛づやも悪くなってくるし。そうですね、それは本当に。これは嫌だね。これは嫌だとか嫌なのが分からないね。ちょっと怒っちゃいますけど、顔は。何すんのとかはしてるんだけど、ね、またごめんね、ごめんね。ぼちゃんすごいね。薬できた？もうちょい。あ、もうちょい。流動食終わってからデンタルケアでもいいのね。終わります。OK です。よし、30秒以上ね。つまどってくださいね。